糸川秀夫はロケット開発をしている傍ら、ずっとバイオリン作りをしていた。人生を変える習慣、糸川秀夫の習慣。1日のうち 2% は10年後、20年後のために使う。これが糸川秀夫の習慣でした。糸川秀夫はロケット開発で有名な人です。ロケット開発をしている傍ら、1日の 2% の時間、ずっとバイオリン作りをしていたということなんです。バイオリン作りを45年間続けていたんですね。あなたは仕事ばかりをしていませんか？人生の 2% を好きなことに使っていくことによって、より人生は豊かになるんです。仕事ばかりではなく、2% の時間を趣味に使いましょう。